ブルドッグは、フランスで生産、調教されたサラブレッドの競争馬お及び、シュボバ。種ボバとして、アメリカ合衆国のリーディングサイアーを獲得し、アメリカでのテディ系の流行に一役買った。ボアルセル牧場で生まれた、テディサンクの大馬で、サーギャラハッドの、前弟と、ボアルセルなどの半兄に当たる。父馬と、同じく、生産者である、 アメリカ人のジェファーソン・デービス・コーンの所有のもと、フランスで競争馬としてデビューした。競争馬としての生涯成績は8戦2勝で、2歳児にラフレッシュ賞、3歳児にダフニス賞で、それぞれ1勝したのみであった。当時アメリカでは、サー・ギャラハッドが参観馬となった、ギャラント・フォックスを出して、大きな注目を浴びていた。 全弟であるブルドッグもその血統を見込まれて購入され、ケンタッキー州歴シントンのコールドストリームファームで種ボバ入りすることとなった。初年度産区からステークス競争勝ち馬を出すなど、最先の良いスタートを切り、1948年までの種ボバ生活で産区が挙げた、ステークス競争勝ちは52勝にもなった。 特に1943年には、オキュパイなど、複数の産区の活躍によって、アメリカリーディングサヤーの座に輝いている。また、母の父としての成績は、ネボバ成績以上のものがあり、1953年を、初めに3度のリーディングブルードメアサヤーに選ばれた。代表的なものに、1942年生のガガが、産んだ、トムフールがいる。 後継の種ボバとして活躍したのがブルーリーである。1948年生の三冠馬サイテーション、などをはじめに7頭もの電動馬を排出し、5回の北米リーディングサイヤーを獲得するなど、ブルドッグ以上の成績を収めることに成功。アメリカにおけるテディ系の全盛期を確立した。1954年にコールドストリームファーム内で死亡した。27歳であった。 ありがとうございます。